分練習ができなかったっていう1年間があったので、どうしても今年は勝ちたいと思ってたし、何ミリ遅れたのか優勝できた理由だって、みんなが自撮りしたんですよ。頑張ってるのに、頑張ってるのに、人のせいで、まあ、そこから言うと、なんか、今は。今日、すみません、レイジさんからでます。ありがとうございました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ズバリ、ぶっちゃけ優勝できた理由、ピンポイントで何か。理由ってのはね、いろいろなものが重なって、まあ、トーナメントを勝ち上がっていく中で、まあ、ストイックというチーム力が上がっていったとか、まあ、いろんな原因があるとは思うんですけど、まあ、僕自身はやっぱり去年のやっぱりうまくいかなかった1年間、まあ、やっぱこれはどこも一緒だと思うんですけど、でもやっぱりそういうなかなかうまくいかなかった1年間っていうのが原動力になったんじゃないかなと。どこのチームもですけど、まあ、それが一番うちがうまく貢献できたのかなって、はい、選手はピンポイントでみんなラントレが増えた、ランメニューが増えたのが優勝できた理由だって、はい、みんなが口揃えて言ってたんですけど、そこはなんでこうメニューが増えたというか、どういういきさつがあったんですか。まあいきさつというか、さっき言ったそのうまくいかなかった一戦というのが中にこうコロナにならないように練習を、コロナにならないように公式戦に臨むっていうことが物事の大体一番初めのところになって、彼らが断面人が増えたっていうことを、それ以上に練習ができなかったっていう1年間があったので、いつ何回練習が止まってもいいように、やはりコロナの感染には気をつけて準備をきちんとしておきたいということと、やっぱりうちは今年サイズがあるので、やっぱりビッグマンがスモールのプレイヤーと同じようにこうバスケットをやらせようと思った時には、やっぱりスキルも大事なんですけど、まずはスモールの子と同じぐらいの運動量を表現できるようにするには、やっぱり走る必要性を感じたのかな、僕が。大きいっていうことを楽してバスケットをハーフコートでするというよりは、やっぱりオールコートの攻防の中で大きい選手が走るっていうようなバスケットをしたいなっていう展開を考えていくと、体力っていうのは、まあ、必修だったんで。3回戦から大会にさせてもらってて、すごい綱田先生がベンチで、ルールルールルール決定っていう声が会場中に響いてるのがすごい印象的だったんですけど、こうもし言える範囲でいいんですけど、どんなチームルール、ディフェンスもディフェンスなんですか。ディフェンスもディフェンスもそうなんですけど、はい、どうしてもコートの中に入っているっていう時に、まあ、外国人留学生もそうなんですけど、どうしても自分の感情に敏感で、そうですね、物事が向けばいいし、うまくいかなかったら、そうですね、自分の感情に敏感になるんではなくて、チームの状況に敏感になりなさいという感情、だからまあそういう意味で言うと、このチームのルールというか、チームカルチャーというか、そういうルールをみんなで守っていくという方向性にを、まあ、大事に考えてきた中で、はい、まあ、ずっと一緒に練習をやっていただいた通り、やっぱりこうスピード感を出すっていうのは、やっぱり短距離走も一緒なんですけど、やっぱりボールを見ながら、まあ、横向きで走る動きでボールをもらうとか、まっすぐ走ってる状況でこうボールをこう渡したい、まあ、それがその誰か一人のスピードじゃなくて、なるべく走ってるプレイヤーにご褒美を与える、まあ、パスをしなくなるから走らないとなるし、インサイドで頑張ってるのにそこにボールを当てがわないから、インサイドで頑張らないっていう、まあ、そういう単純なオフェンスの決められた部分を守りなさいっていうと、ディフェンスはその送り球とやった時に、まあ、留学生のことが少しあまりこう情報が出てなかったので、あそこまでやるっていうのは正直わからなかった、
だけどやっぱりハンドラーの子たちがうまいっていうのと、まあ4ポジションも大きい。だからやっぱりまずはインサイドをアウトラップさせたいっていう、まあそういう戦術でいったら、なかなかそこがちょっとうまくいきかけたときに、今度は相手が小型化にしてる。そうすると大きいことが逆にあだになって、自分たちのが大きいのにインサイドでバスケットができなくて、自分たちのが大きいのにマンツーマンを採用したことでファールをしてしまったり振り回されちゃうという、まあ、悪循環があったので、勝つチームって大体最後の方ってチームファールがあんまり立ってない。そうですね。だからチームファールを立たせないということと、まあ、それが例えばその場合頭の中にあって、やっぱり自分の感情でパンってこうミスをした瞬間にピッと回りをするとか、まあ、そういうのがもう自分の私的な感情が勝っているっていう、自分たちが今の置かれているチームの状況を理解していない、ある程度こうそういったルールがあるんですけど、まあ、そういったことを逸脱していて、彼らは去年に多分僕に来た時に、僕は頑張ったのに、僕は頑張ってるのに、頑張ってるのに、頑張ってるのに人のせいみたいな、僕はそうやりたかったけどボールが来なかった、まあ、僕は入れたかったけどもらう側がいなかったし、そういうものをなくしていこう。だからこうはっきりと言葉に出す、だからはっきりと言葉に出してオフェンスディフェンスをすることが、決してうまくいかなかったとしても、それが一番大事なことで、誰かが何かをこうしてくれる、ボールを守ってくれると思った、中に入ってくれると思ったとか、そういうのをなくそうっていうのが、まあ、ルール。まあ、もし万が一自分たちがやりたかったことがあったとしても、うまくいかなかったときに、やっぱりフリーズしないで、そこで誰かが何かを言えば、インサイドに入れよう、キックに行こう、何々しろって、はっきりすれば、みんながそこで情報が共有化されるから、チームとして推し進めていくことができるから、まあ、そういうようなことを、まあ、ベンチがずっと言ってたと思うね、僕は。大会見てて、ディフェンス力、あのゾーンディフェンスのディフェンス力は、強かったというかね、あの難しいんだけど、いろいろ相手によって変化をこうしていくから、やっぱりスタンディング系のゾーンの時間帯とマッチアップ系でも、やっぱマンツーマンで守ってる段階とかっていうのが あって、なかなかそういうことをアジャストしきれてないチームが多かったんで、ちょっと助かったかな。定力は本当に大きい選手も、スモールの選手も、もうこれは完全に打たせてるなとか、でドライブもアップのところの前だけはドライブ行かせていいとか、決定力がすごいなと思って、まあ、それはそれでね、やっぱりこうそういうルールがあるので、だけど相手があるスポーツだから、必ずしも自分たちが想像してるようにも応援してくるわけじゃないから、そうなってきたときに、こことここをどうやって。っていうのを確認をしたときに、やっぱり早いリタッチとして、それに対してどう守るかっていうことを経験して、そのためには絶対にしちゃいけないことがあるよっていうことを守れって、でも万が一絶対しちゃいけないことをした場合には、必ずそのリスクマネジメントしようというところまでは教えてはいや、バブルとか、全然飛ばなかったじゃないですか。でもね、それも絶対これルールで、留学生ってあんだけ手長くて大きかったら叩き落としたいわけじゃないですか。でも絶対決まらないじゃないですか、触りに行くだけ、チェック行くだけ、すごいな。だからあれは東海大会のビデオ見てもらったら恥ずかしいんだけど、はい、もう全部飛んだし、どうしても叩きたいんだよね。そうです。やっぱりこうやってしっかり立っていられるものによってシュートがずれる可能性が高いから、やっぱ飛ばないっていうことを、その失敗からこう変化する。で、初めから飛ぶな飛ぶなっていうことを言ってたわけではない。あ、うん、次やっぱりあの東海大会のあのディフェンスとかそういういろいろ詰めていく中で、自分で失敗したでしょ。だからどこか直しましょう。はい、それでも遅れてても叩けるチームあるっていうわけですけど、アブはそこまでの力はないから、どうしても飛んじゃうことあるんだろう。だからその辺はやっぱり自分で認めて、まあ、飛ばないようにっていうルールをしたことによってファールトラブルをしなくなったっていうのがすごく大きい。だからインターハイに出るまでに多分表に出るビデオと
あなたたちが実際にインターハイで戦う時の内容は違ってなければいけないから、表に出ればこういうふうにやれば飛ぶぞっていうのが向こうのイメージになれば飛ばないという準備をしただけの、まあ、単純な。結構頭もいいんですか？頭がいいな。世の中1回でできる子がいれば、はい、10回かかる子がいれば、あとは100回くらいかな。100回くらい、100回くらい順番にして。だけど、やっぱり3年生になって、去年、本当にアブのお母さんがね、はい、亡くなっちゃった。だけどやっぱり母国に帰れないんだよね、コロナで。本当に去年いろいろなことがあって、アブもすごくそういう悲しい出来事を乗り越えて、3年生になって、まあ、急激にこう成長していって、まあ、こうやってやらないのかなって思ってる部分があるんだけど、やっぱりゲームになると、近づいていくに従ってこう、合わせてきちっとできるんだっていうのは、やればこいつもできるんだなって、どうしても今年は勝ちたいっていうこともあるのを思ってたし、そこでこう、まあ、最後、ステップが入っていくかな。結構今年のインターハイ上位の留学生ってパワータイプよりかはアスレチックな留学生が多かったじゃないですか、うん、でも多分そんなにアスレチックではないと思うんですよ、うん、でも全然それに合わせて後から遅れて飛んでファールも全然見られなかったし、あー見えて自分はセンターじゃないと思ってるから入りもしないスリーポイントも打つしデタラメなドリブルも突き出すんだけどダメだよって僕はこれはダメだよ。だけど今日練習見てて見てもらって分かる通り、練習はみんな同じことやらせるんですよ。やっぱりスキル的には時間がかかるけど徐々にこうできるようになってきて、でやっぱりこうチャレンジはさせるんだけど、やっぱり精度が上がるか上がらないかによってそれを採用するかしないかは考えろってことですよ。そのパーセンテージが上がらないプレイヤーがあなたのスリーポイントにかけるのか、パーセンテージの高いプレイヤーにかけるのかっていうのはあるよね、うん、だからアブも最後の方、去年に比べるとよっぽどかインサイドを頑張ることになってきたし、あの泥臭いことを頑張ることになってきたし、でもやっぱり全体的にディフェンスリバウンドが獲得するぐらい大きいよね、はい、うん、早いですよね、タフショット打たせた後、次にディフェンスリバウンドが早いなと思いました、見てて周りの選手に取らせるとか自分が取ってガードを渡してプッシュして、例えばマンツーマンだけだと外に引きずり出されてデメリットが出てしまうから、やっぱり今年アゴのことを一番にも考えたということでゾーンを採用してるけど、はい、電子はほぼ満足だし、最後の方だけですよ、ゾーンの精度が上げる、いやーすごい、長くゾーンを引いちゃうとやっぱりちょっとずるがしっぽさがの方がやっぱりハードワークしなくなる部分が強いですから、まあ、普段はマンツーマン、勢い、破壊力が、選手たちのキャラもあるかもしれないです。そうだね。あるよ。まあ、僕がいなかったら、なんとももう、もう好き放題。だけど、そのオンオンがね、はい、いや、すごい、そこがすごいです。やるときはちゃんとやりなさいます。はい、で、まあ、今日も、このもぐるぐるって、もう一回練習に参加したいみたいです。それでしょ。いや、本当ですよ、本当です。俺知りましたけど、YouTube の見てないからさ、無意気でやるんだけど、そうなの、だから俺のセレクターは多分すごい楽しい気にしてたから、何でもまた来ないんですか、いつ来るって言ったために言って飲み飲みになったから、はいはい、でもそうなってるから今日は楽しくやればいいんじゃないの、僕は言ってたら、いや、何でも楽しいですよっていうこともあったから、今日は普通飛びだろうかってなって、平均でしたら大きいよ、ここまではあれだけど、ここからは炎上バスケット、メリハリが早くね、うん、だからそこはおとなしく、全然おとなしくないおとなしくないっすねバラバラ、だからそれがギュッとなった時は必要かなっていう感じが、はい、やっぱりインターハイは自分たちのやっぱり長所、はい、それをこうオールコートで表現できるのに、やっぱり練習試合として勝った負けたとかカップ戦で試してなんだかっていう、そういう作業がどうしてもできなくて、どうしても公式戦でしかそれを試す機会がないよね、今コロナ禍で。手応え的にもそうです。だから練習量とか抜群に多くて、それを試
ると。だからどうしても適性として試せれる相手と公式性が当たってるわけじゃない場合もあるし、公式性っていうのはね、やっぱり相手が限定されてるからあるんだよ。だからそういう不安というか、そういうのはどうしても拭えなかったから、まあ、長所っていうか強みだけで勢いでやりたいから。だからウィンターカップは彼らに言ったんだけど、まあそんな話なんか全然聞いてないから何も言わないから適当に答えたかもしれないんだけど、やっぱりまずキャプテンを鍛えるわけですから、リンターに向けてはその長所と今までは伸ばしてきた、できるだけその短所というか苦手なことが出ないようにうまく取り入れる。だけどやっぱりウィンターはどこのチームも成熟してくるし強くなってくるから、その時にその強さだけでバスケットが戦えるとも思えないから、やっぱりこの夏場とかこういう期間に自分の苦手なことにチャレンジしなさい。声を出すことが苦手だったら声を出すこと、ドリブルが苦手だったらドリブル、ディフェンスが苦手だったらディフェンス、外のシュートが苦手だったらやっぱり積極的に打っていく、やっぱりフィジカルが弱ければ腕を打つ、やっぱり自分の弱点を強化することが、まあその相手が 100% を出しても自分たちのチーム力がその弱点に目を向けたことによって個人、それが 110% で、なおかつそれがチーム力に戻し込めれば 120% だから 120% ぐらいの力はウィンターに向けてつけないと俺はもう勝てないよっていう話はしたんだ。一応聞いてるか聞いてないか、いやいや絶対聞いてますよ、聞いてますよ、そんな感じかな。いやいやいや、本当にコロナじゃなかったらね、今日夜でも泊まって2ブレン、3ブレンっていうのをね、で近藤先生のお話なんかもしながらね、みんなとそのね、君の話なんかもしながらね、随分と右向き左だったしね、めっちゃ痛かしなんか君でもつくばにあれのだろう、知れそうがなかったしね、すごいやっぱりあの次の人すごかったか、すごいイメージが、そんなに大きいビッグマンがいるわけじゃないです、スモールで、あれでやっぱり機動力でシュアウトサイドシュートがうまくて、だからすごく楽しみにね、今日してたから、これからもね、機会があればぜひ、いやもうぜひぜひ、今、京都に近いんで、名古屋はやっぱ行きやすいですね、どこに行っても、そうなかなか行きたい、ぜひ、お邪魔させてもらって、すみません、本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、また、お願いします。